するどういうスタートですか。私今考えてるのはあのコーヒーショップ行って。ちょっと待って、今の映像はあんまり良くない。あ、今は良くなったんじゃない。良くなった？そう、今何が良くなかった？さっきさっきの映像はなんかめっちゃ真っ暗だなと思う。で、何、今2人ともかっこいいということ。皆さん、こんにちは。こんにちは。さっきはマンスルとビエトナム料理を食べて、あの1時間しかないから今日2人ともね、私はあの6時から待ち合わせで、マンスルも6時から仕事なので1時間しかないから2人ともお腹空いてて、たまたま2人とも六本木行って、ミッドタウン、いつもところミッドタウンでビエトナム料理を食べて、でこれからコーヒーを飲んでお別れしようかなと思っています。お別れしよう。お別れしよう。お別れじゃないけど、まあ、今日のお別れ。そうそうそう。でこれからはちょっとコーヒー飲むから、あそこで撮影したいと思っていますので、私今日はマンスールとちょっと真面目な話あるから撮影したいと思っていますので、ぜひ最後まで見てください。怖いね。はい、見てください。飾る。どういう意味かわかる？なんで？なんかこの気分になるんじゃない？わかんない。え、初めてあなたからわからないの聞いた。よーし、よかった、初めてマンスロ。なんか冬でも、うん、綺麗だからじゃないの？いや、なんか意味ある絶対。だから皆さんに、私たちの動画を見てる方にお願いしてます。教えてください。お願いします。教えてください。なんでこの時期、クリスマスの時期、日本人がこの花を買って家に飾る。ぜひ教えてください。ね、マンスール知らないことはびっくりしたよ。初めて知らないと、いつもいたことはある。知ってます。後でネットで調べてか、誰かに聞いてみる。そう、調べよう。これ本当に私前からずっと知りたかった。花屋さん知ってるかもね。花屋さんに聞いても知らなかったじゃん。知らなかったね。そうだから見てよ、これ初めて見た。フォトアプルティとシルクスイートラテ。あなたラテだから、あなたもしかしてシルクスイート、ね、シルクスイートラテでいい。私は温かいアプルティ。え、なにこのお持ち帰りにした？どっち凍れちゃうの忘れそうだ。マンスル持ち帰りにしたからこのカップで来たの。持ち帰りの、だって写真より全然違う。いや、ここで食べるって言ったけど飲むって言った。で、なんでそんなにカップで来たの。ねえ、これになったけど、まあ蓋開けてみせようか、はい、で、どっちが氷のだと忘れちゃった。何、知らないの。私アップル飲みたいから、マンスル。これアップルかな、これだってわかんない、見てみよう、中見てみる。じゃあ見てみよう。どうしてわからない、あの1分もかからない、ここまで出口まで出るのは忘れてしまったの。忘れちゃった。まず大丈夫かしら、あなた心配してるよ。でも多分これこれじゃん、アップルティーになってるから。え、これアップルティー。そう、多分中身どうだろうね。その見たところとこれ出てるやつちょっと違うか。これこれちゃんの、これちゃん、多分じゃない、アップル。持ち帰りって言ってないけど、ここで食べるって飲むって言ったけど、これアップルティーじゃん。私たちあの看板で見たアップルティーとこれ全然違う。アンプレイのアップルティー。あ、これ美味しそう。あ、なんだの美味しそう。私、買える。私普通のティー。あ、違う、ちゃんとしっかり入ってる。ちょっとなんか色違う。うわー、めっちゃいい匂いする。これもすごい。シナモンも入ってるじゃん。そう、シナモン。シナモン苦手じゃなかった？シナモン好きだよ、シナモン。私も大好き。苦手な人がたくさんいるから。いるね。でも私ご飯にも入れるよ。なんで？飲めないじゃん。蓋をした方が。あ、すごい美味しくて。ずっとあったかいから。あ、わかった。本当のアップルの、アップルが入ってる飲み物にこのアップルティーも入れるんだ。そう。めっちゃ美味しい。これ私ただのティーと思ってちょっと怒った。開けたらびっくりした、美味しそう。すっごい美味しい。これ美味しそう。あ、これ美味しい。そう、今日なんか真面目な話ってこのさっき言ったら怖いんだけど。怖くない。皆さん
今日は私ちょっとあのマスルとずっとあのなんか動き普通の動画マスルと撮ってるから、私たちの動きとか何食べてるとか、うん、今日はちょっとマスルにあの例えば今日はコーリー・モルドバチャンネルは私のチャンネルでマンスルちゃんをゲストとしてを今日呼びました、うん、まだ私マンスルと15年知り合いじゃない、今日で初めて会う、今日初めてマンスルと会うふりをしようかなと思った、うん、で私の質問に答えてほしい、今日あなた、ああ私コーリー・モルドバの番組のゲストはあなた、ゲストとしてああコラボしてるってこと、コラボしてるということ、まだ私マンスルのことは15年前から知らない、ああ、知らないです。この間出会ったばかり。ああ、私たち今日初めて会った。初めて会った。初めて会って、まあ、コラボして。そう、そういい？どう？はい。あまり良くない？いいと思うよ。いや、これちょっと確かめたいから、これからいろんなゲスト、私たちのコーリー・モルドバのチャンネルに呼びたいから、マスルから練習しようかなと思ってる。はい。いいですか？はい。じゃあちょっと向こう行って、まだあなたいないふり。で待ってて、私はちょっとカメラ乗せてして、皆さんこんにちは、今日はコーリー・モルドバチャンネルのゲストはマンスルちゃんです。マンスルどうぞ。はい、こんにちは、はじめまして。はい、マンスルです、はじめまして。マンスル、はい、あなたをテレビによく出てるのはいつも見てます。でどうしてもこの方は私のチャンネルのゲストにしたいと思っていましたので、インスタでマンスールにメッセージを送りました。ありがとうございます。そしたらマンスールはすぐ OK 出しました、はい、なんですぐ OK 出しましたんですか。なんかクーリちゃんのチャンネルを見たら、なんか他の人といつも出てるんじゃないですか、それを見て、でなんかクーリちゃんも面白いなと思って、可愛いし、すごい仲エレガントな人だなと思って OK しました。あの私とコラボ OK になりました。はい、マンスルちゃんもう何年日本に住んでいますか？15年です。15年ずっと日本、はい、ずっと東京？まあ、ほとんど東京ですね。この15年間で日本人の女性とどの何人くらい付き合いました？なんで笑うの？笑うとこじゃないし、ちゃんと教えてください。15年間で、これ普通でしょ、全然誰もと付き合ってない、嘘だから。15年間で私も答えれる、私も15年間だから何人と付き合ったとか全然問題ないじゃん、それは男だからいいじゃない。何人と付き合いました？覚えてない。いや、そこまで数が多いの？違う、それじゃなくて、なんか本当付き合ったのは何人だろうね、4、5人くらいじゃないですか。4、5人くらい。付き合った人とも愛してた？本当愛してたのは？ああ、本当に愛してたい人は、考えたこと、本当に愛してた人に3人だと思う。3人、まあ普通じゃないですか。私、本当愛してた人は1人だけだった。最初の愛は一番。本当愛してた人は1人で、いなくなった、死んじゃってる。前も話したんです。いや、初めて今日じゃないですか。ああ、そうそう、今日初めてでした。ごめんなさい。あ、すいません、すいませんでした。そうです。で、コーリーさんは今まで愛してたのは最初の愛？最初の愛し、で、ずっと今でも残ってる。ああ、すごい。やっぱりこのすごく愛してる人は、あの心から出せない。ずっとあの違う人愛してても、一緒にいても、もちろん愛してるけど、どっか残ってる、ね、ないですか？最初の ありますよね、はい、あるよね。最初の愛はいつも、最初の愛はいつも残る。私の最初の愛は今子供6人いる。そうなの？で、友達？友達すごい、たまに連絡してる。そう、連絡してない。でもたまにどこにいるか、こんにちはぐらいは、あ、そう、帰るときね、ここ日本人だ。そうですね、面白いですね、マンスルちゃん。それね、そういう、私女性でマンスルは男性だから、何かそういろいろ知りたいじゃないですか。そう、今のところ愛してる人がいますか？今はいないですね、今は彼女いない。え、どうして彼女いない？どうしていないかな。なんでそんな時間ないということ？それともなんで？い
時間はあれ、まあ、もちろん彼女いたらその人のための時間は作るけど、でも今は彼女いない。彼女いない。あ、それ私にも聞いて。あ、はい。あ、小売さんは私も今のところは彼氏いないです。いないですか。今日真面目のコラボだからいろいろ聞きたくて、はい、たまたまね、マンスールも私もいないからそういう話できるんじゃないかな。もしマンスール彼女いたらそういう今の話できないじゃん。そう、でも普段私たちそこまで聞かないよね。どういう意味？マンスール今彼女いるとか、まあ、いつも話してるけど私たち自分たちの話でもそこまで聞かないね。初めてじゃないの？そうだよ、ね、ああ今日初めて会うけど、だから初めてのふりしないとダメ。もう本当普段それ聞かないよね。あ、普段は何、人が聞かない？彼女いる、彼氏いる、聞く聞く聞くけど、聞くでしょ。だってこの人は好きで、彼女いますか、はい、いますと言ったらもう諦めるでしょ。そうですね。私も言って2番目になりたくないでしょ。うん、じゃあ次の質問に行きたいと思っています。マンスールさん、はい、本当に今日私のチャンネルに来てくれてありがとうございました。時間を作ってくれてありがとうございます。読んでいただいて感謝してます。私はあなたのファンです。あなたの番組全部見てます、はい、テレビに出てる番組、はい、それですごいマンスールは演技が上手です。いや本当にそれずっと思いました。ありがとうございます。なんでどうしてそんな学校行きましたか？え、学校行ってないです。なんでこの演技上手ですか？ほとんど練習だけ。なんか昔いる友達がいて、その友達がなんかすごい有名な人、国の中で有名な人で、なんかいろいろ教えて、で彼の演技とか好きだったから、なんかそういうなんか正解を好きだから、その正解に入りました。で、今度ちょうどすごい小さい時になんか子供の服のあれやってたんです、うん、モデルやってて、それもあったからこういう仕事やるかなと思ってたまにやってます。それで何、あのこの仕事は日本来てからやった、それとももう自分の国からそういう仕事やりました？テレビに出るのは本当日本来てからテレビに出るんだけど、もとはモデル、あの子供のモデルとしてやった。で、どうしてそんな人気になって、どこのオーディション行っても受ける？あ、そうそう、だってテレビを見たら必ずあなた出てくる。そんなことない。いや、そんなことないじゃない。本当の私、エールしないでください。私のチャンネルは誰もエールしない。あなたもしないでください。本当のこと皆様に教えてほしい。なんであなたはそんなあのオーディションを受ける？受けるときはあるけど、受けないときもあります、ね、でも受けるのが多いでしょ。まあ頑張ってるからじゃない。例えば何を頑張って、オーディションの時もなんかこの番組に出たいから、そう頑張る。それなんか好きな番組だったら絶対出たいと思って頑張る。すごいね、偉いですね、マンスルさん。ありがとうございます。小泉さんは昔からモデルの仕事何歳からですか？私はモデルの仕事は11歳から。11歳から。そう、ずっとあのモルドバでモデルの仕事ずっとやりました。あ、私3歳から。モデル？そうなんだ。そう、昔なんだけど、そう、なんか雑誌とかにもちょっと出たことある。マンス、あの、あなたはいつもあの YouTube チャンネルの、あなたの友達の YouTube チャンネルにいつも出てるんじゃないですか、あのコリ様。あ、コリ様ね。コリ様のところに出てるんじゃないですか。はい、出てます。あなたとコリさんはとても、私いつも見てる、とてもいいコンビと思います。ありがとうございます。どうして2人は YouTube を始まろうと思っていました？本当 YouTube やるのは本当考えてなかったです。小売さんからなんか私の YouTube に出ませんかと言われて、でなんか小売さんもすごいいい人じゃん、うん、なんか多分そう、私も小売さん大好き、大好き、もう見たら大好き。本当に彼女は自然な人ね。すごいいい人。そうそうそう、ここで言ってるのもあれだけど、でも本当にすごいいい人で、でなんか一緒に YouTube 出たらいいかなと思ってて、でも本当に出たのは、私たちやってるチャンネルが、うん、その YouTube ってお金来るじゃないですか、はいはい、そのお金はポケットマネーにするんじゃなくて、そのお金が、あのユニセフに助けてる子供たち、ユニセフならいろんなところの子供たちになんかあげてる。あ、それを聞いたら、そう、それを小売さんに聞いて、
で、それだったらやりたいやりたいなと思って、そう、私もすごいびっくりしました。あなたたちの YouTube を見てると、え、マンスールはこんなにテレビ出てる方なのに、こんなに撮影で忙しいのに、いつ時間あるポリさんと撮影するのと思いました。でもたまにママもっと会いたいんだけどね、本当、クオリさんにめっちゃ本当にもっと会いたいんだけど、本当、時間はね、なかなかクオリさんもなんか決まない人じゃないかしね、仕事あるし、なんかクオリさん、私今度はクオリさんにもメイクしようかな、コラボしようかなと思っています。大好き、あの子は。じゃあその時私は何歳やってもいいですか？いいですよ、クオリちゃんにいろいろ聞いて、それからどうそうしよう。皆さん、これで私の番組で今日はマンスールさんゲストとしていろんな質問しました。で、答えはとてもいい答え来たから、コレさんのこともすごく大事にしてるみたいので、もちろんもちろんすごい大事な友達、とてもこんな友達はすごい仲いい友達いるのは私はびっくりしました。なかなか男と女友達になるのは難しいないです。そう、でもマンスールはコーリーさんとすごい15年の友達として付き合ってるからすごいと思いました。あとマンスールさん、最後の質問いいですか？もうちょっと時間ありますか？はい、全然大丈夫です。最後の質問は、マンスール、日本で感じたストレスは何でしょうか？感じたいストレス、なんかアクシデントとかそういう意味で、まあ、いつもあるストレス、人間のストレス、いつもあるストレス、日本で感じたストレス、全部楽じゃないじゃん日本で、みんな私たち楽楽と言うけど、なんか絶対ストレス感じたことある、全部楽じゃないのはわかるけど、でも日本で本当ストレスはそこまで感じない、ね、毎月の家賃はストレスじゃない？いや、そうではない。ラッキーな人だね。家賃とか、なんかそういうのストレスはないんですよね。ストレスは、いや、なんか、街の中でもみんな全員なんか優しいし、日本人とほとんどいいコミュニケーション取ってるから。でも、例えばすごい混んでる渋谷にいたら、人がいっぱいいたらあんまり取れない。ストレスならないですか？ならないです。ならない。私なんか全然何でもなんかプラスに見るとストレスはなんないと思う。ストレスいいことだけないの？なんかストレスないと言ってもあるらしいよね。あるでしょ。でも私も多分ないんじゃない？まさ、そうですね、マンスールさん。マンスールはストレスじゃない方。そこら辺は全部ストレスにすると人生もったいなくなる。だから全部プラスに見た方がいい。いい勉強になりました。私は一日ストレスが多すぎてマンスールに聞きたかった。日本 に感じたストレスは何でしょうか？何もないみたいね。ないね、本当にないね。ないの、すごいね、マンスール、すごい。皆さん、これで今日のゲストとの話ここで終わりたいと思っていますので、終わりにしたいと思っていますので、ぜひ次の動画まで楽しみにしててください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今日のゲスト、マンスさんでした。ありがとうございます。大好き。マンスちゃん、もう私の番組終わったから、次あなたの番組でお願いします。私の番組も今撮る？今撮る。私はゲストとして、じゃあお願い、私のイントロデュースしてください。他のいいだと思ったら、ダメ、服とか着替えた方がいいかな。はい、今日氷モルドワチャンネルのゲストは氷さんです。はい、氷さん、どうぞ。皆さん、こんにちは。自己紹介お願いします。皆さん、私は氷です。氷と申します。モルドワから来ました。15年前から日本に来ました。で、氷さんは日本でどんな仕事やってる方ですか？日本でずっとモデルの仕事しました。今は少しも年取ったからをやめました。今もやってますけど、前よりは少なくなって、今自分の会社で忙しいので、自分のプライベートでいろいろ仕事やってるから、モデルの仕事はちょっと少なくにしました。他の仕事はどの仕事？
会社の役員でございます。会社の役員、はい、はい、あと自分のエンターテイメントの会社をやっております。こうやってすごいですね、はい、すごい、はい、で、コーリさんは国に行ったり来たりしてるんですか。はい、してます。今はコロナのせいでも4年国に帰ってないけど、家族が日本に来たから行かなくても大丈夫です。あ、これで YouTube で見たら確か家族に、そう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 、日本にいらっしゃいましたね。家族来てるからもういた、あ、もう会ってるから私モルドバに帰っても意味ないんじゃないかなと思った。家族と会ったから。あ、もう帰らない。そう、あと本当の話言うと、私飛行機乗るのはすごい怖い。もう一番怖い飛行機。え、そうなんですか。多分これは病気かもしれない。私日本、飛行機乗ると乗る前に必ず薬飲む。寝るじゃなくて、なんかあるお医者さんから、お医者さんからもらってる。飛行機の中すごいパニックになる、怖くて。パニックならない。そう、飛行機はちょっとだけこうなったらもう本当に息足りないぐらいパニックになる。その薬は飲んで飛行機乗る。いや、私は飛行機嫌いなんだけど、なんか長いから、いつも持ってるのは長いな、長いから嫌いなんだけど、怖くはないです。コーリさん怖いんですか。怖い、飛行機はすごい怖い。で、コーリさんはこれからもずっと日本にいるんですか。はい、これからもずっと日本にいるつもりです。ああ、はい、よかったです。で、コーリさんは日本に感じてるストレスは何かありますか。はい、あります。一番感じるストレスはやっぱりスーパーとかどっか行ったら、急いでる時にゆっくりゆっくり物を袋に入れたりとか、きれいにラッピングはすごい。なんかこの品物を選びました、例えばこの間の話、今最近の話ね、パジャマを選びました、それでちょっと待ってください、新しいものあるかどうか確認します。で、どっか行って確認して結構時間かかる、戻ってくる、ありました、これはプレゼントですか、はい、プレゼント用にお願いします、このプレゼント用のラッピングすると、お支払いするとどっか違うところにお支払いしても書いてくる領収書、ものすごい時間かかる。現金ですか、カードですか。そう、現金ですか、カードですか。ポイントカードお持ちですか。そう、ポイントカードお持ちですか、失礼いたしました。袋使いますか。はい、ポイントカードお持ちですか。ないです、失礼いたしました。作りましょうか。大丈夫です、いらないです。それはストレス。あの時は私すごいイライラするから、これイライラかストレスかよく分からない。そうなんですか。あの時だけ、そう、急いでるからもう本当にもうちょっと早めにしてほしい。そういうところはとってもゆっくりしてる、日本ではね。私たちの国すぐ、もう本当にすぐお金払ってすぐ入れて、もちろんあそこまできれいにならない、だけどちょっと時間がもったいないかなと思ってる。いつも多分日本でなんか買い物する時代は楽しいことなんで、それもなんかお客さんを大事にして、お客さんを楽しみすごいから、ゆっくりなんかするんじゃないですかなと思う。何かを楽しむ。そうですよね。デパートとかそういうところで買い物すると、支払いしても向こうはどっか行って、そう残りのあれとか持ってくるんですから。そう、あとプレゼントと言ったらもうすごい時間かかる。プレゼントするね、本当に時間かかる。それだけですか。そうで、私はそう、何で、私たまにラッピングしてるところで、たまにカーテンがある、あのカーテンちょっと開けて見てる。お客様もうちょっと待ってください、お願いします、早く、できれば一番早くやってください。かしこまりましたね。逆に向こうにストレスをかけるから、向こうのラッピングもきれいにできなくなる。だからもう我慢してるけど、自分でイライラしてる。これは私のストレス、日本のストレス。あと何もストレスない。あとたまには車を運転する時にもストレスがある。いや、この間は免許の交換に行ったね。で、そしたら映像でいろんな勉強、いろんな機会、今すごいルール変わった。それでね、例えば前の車ゆっくり走ったら、で、私後ろからクラクションにしたら、それで前の車文句言ったら、警察来たらすごいペナルティが、お金がすごい取るし、ポイント6ポイントも満点の場合もありますだって。
そしたらこの映像見たらびっくりした。前の人に絶対カラクションになっちゃいけません。プレッシャーをかけちゃいけない。そうそう、プレッシャーかけちゃいけない。でもハイウェイですごいスピードあんまり出してない人もいるから、急いでたらもうなんとかしたいじゃないですか。クラクションとかもうちょっとスピード出しなさい。でもダメだから、それをすごい勉強になる。私たまにやってる、はっきり言ってたまにやるから、あ、よかったと思って。文句誰もに言ってくれなかった。文句言ったらもう本当に傷つけたら、もう私免許なくなる。あそこまで厳しい。そうそう。あと携帯は知ってる？携帯をいじるだけ、このまま持つだけ、持つだけで、はい、あのバイカーの白バイクが来たら罰金取られる。罰金じゃなくて免許なくなる。え、免許なくなるんですか？なくなる。すごい厳しくなった携帯に対して。あとナビを見ると絶対こうじゃない。ここにあのちゃんと車の前になんかサポーターにつけて、そうナビを入れる。持つ、手に持って見るのダメ。ダメですね。そうそう、あと下にどっか見るダメです。だからすごいびっくりした。そんなに厳しくなってきたね。そう、まあ多分自分たちのためだと思います。マンスさん、私最初自己紹介したけど言わなかったのは一つだけ。今日はマンスさんのチャンネルに私ゲストとして呼んでくれて本当にありがとうございます。いい、とても嬉しいです。私マンスのこと大好きだから いつもテレビで見てるし、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、本当に聞いていただいて、はいはい、でクーリさんは何か質問じゃなくても言いたいことの紙になるとかあれば、何に対して、例えばみんな何でもいいですか、言いたいこととか、みんなの何か言いたいことは、皆さんね、今の時代はとても、あの日本はまだいいんですけど、世界中はとっても今の時代とてもあの、はい、厳しくなってる。だんだん物もなくなってるし厳しくなってる。これはストレスをかけないように、あの病気にならないように健康でいてください。あんまり、なんていうの、マス助けて、マス様、はい、何を助けて、私今言いたいこと、私の日本語を直してください。コーリさん言いたいのは、なんか人生楽しんでください。ずっとなんか貧しいこととか考えると、もっとあれ、なんかストレスが困るとかになるから、それはあんまり自分が自分にプレッシャーをかけないように、はい。あと絶対にこの一日の会話の中とか人生の中の会話にダメと言わないでください。私たちは人間としては何でもできるから、ダメな言葉はないですね。ノーというのはないですね。そうじゃない、私たち、そう、私はいつもあのこれで動いてる。例えばすごい難しい、私には絶対できないと自分で思ってるけど、いや絶対できるで、本当にできてる。そう、それ本当の話だから、ノーはないようにしましょう。そう、あと皆様はあの今日マンスーのチャンネルに来たんですけど、あの私のゴリモルドバのチャンネルを見てる方はあの感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。私もいつもこれからももっとずっと見ます。で、コーリさんは今日本当に私のチャンネル来ていただいて本当にありがとうございます。これからもまだなんか次回なんか会えるのあればまだよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。今日はマッスルと、なんか私たちもし今日会ってたらどういう話になったか、そうそう、で私たちのこれから見る人が多分私たちのこと知らない人にずっと自分の自己紹介だけを今日は撮りました。少しだけね、今日本当に最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画まで楽しみにしててください。ありがとうございます。日本大好き。あとそう、皆さんのコメントは、今日は私とマンスのやり取りは、やり取りでよかった、うん、やり取りは面白かったかどうか教えてください。あのそれはね、ちょっと私もマンスに質問したかったし、マンスも私に質問したから答えた。普通は普段は2人でこんな質問できないし、いろんな食べ物とかいろんな動きとかいろんな買い物とかの動画を載せてるから、初めて今日はそのやり取りをやりました。そう、今度はまたそういうことをやりたいと思っていますので、ぜひ皆さんのコメントを待ってます。大丈夫かどうか教えてください。もし面白くなければはっきり教えてください。やめてください。それですごくありがたいです。
皆さん本当に最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。大好き。大好き。